エンセファライタスンクニクリは、哺乳類に感染する、病原性微放ム虫であり、世界中に分布する。イ、e、ークニクリは、ウサギにおける、神経疾患及び、人疾患の重要な原因であるが、免疫不全の人にも、疾患を引き起こす、可能性がある。イ、e、ークニクリは、胞子を形成する、細胞内寄生性の単細胞生物で、微放子注文に属する。微放ムシは、 変性細胞内寄生神経であり、多くの動物種に感染する。これらの単細胞神核生物は、ミトコンドリアとペルオキシソームを書くため、当初、ミトコンドリアの起源と考えられている、細胞内共生が起こるより前に分化した、原生生物の系統と考えられていた。後に、ミトコンドリア型シャペロイデン遺伝子が発見され、分子系統学的手法と組み合わせることで、 微法種虫が進化の過程でミトコンドリアを失った否定型真菌であることが示唆された。そのゲノムサイズは約2.9メガベースで11本の染色体に含まれており、タンパク質を高度している可能性がある遺伝子が合計1997個含まれる。遺伝子間スペーサーが少なく、真核生物の総同遺伝子と比較して、 多くのタンパク質を高度する領域が短いことにより、ゲノムは高度に圧縮されている。ある種の生合成経路及びクエン酸回路の遺伝子が欠如していることにより、強い縮主と食い性を示す。系統解析により、微シムシが真菌に属する可能性が高まった。E クニクリのゲノムにはいくつかのミトコンドリア機能に関連する遺伝子が含まれているため、 微放ム虫がミトコンドリア由来の細胞内小期間を保持している可能性があると考えられた。深核細胞に侵入する微放子中放子の極寒。微放ム虫の感染形態は環境で長期間生存可能な抵抗力のある放子である。放子は極寒を伸長し宿主細胞に感染する。放子は極寒よりスポロプラズムを深核生物宿主細胞へ注入する。 細胞内でスポロプラスムは広範囲に増殖する。この増殖はメロンゴニーまたはシゾゴニーのいずれによっても起こる。微放ム虫はスポロゴニーにより細胞質内または寄生体胞内で成熟する。スポロゴニーの過程で胞子の周りに厚い壁が形成される。この厚い壁が形成されることで不利な環境条件に対する抵抗力が得られる。 胞子の数が増加し、宿主細胞の細胞質が完全に胞子で埋め尽くされると細胞膜が破れ、胞子が周囲に放出される。これらの有利した成熟胞子は新たな細胞に感染する能力を有しており、蒸気のサイクルが続く。E クニクリ感染はウサギで最初に確認されたが、今までに人を含む20種以上の哺乳類での感染が世界中で報告されている。 ペットのウサギの有病率は高く、23から75%が、イークニクリに対する抗体を持つとされる。健康な犬の研究では、有病率は0から38%であった。猫は、イークニクリに対して比較的耐性があると思われるが、猫白血病ウイルスに感染した子猫への実験的感染は報告されている。イークニクリは、ゲ、ハルイにも感染し、 さらにペットの鳥の13%では、糞から検出されている。健康な人のごく一部も、いいクニクリに対する抗体を有しており、以前暴露したのではないかと考えられている。免疫不全の人、及び熱帯の国に住んでいる、または訪れた人では、血清陽性率は高い。しかし、ほとんどの感染では、臨床的疾患にまでは至らない。 イークニクリの胞子は、通常尿中に排泄されるが、感染した動物の糞便や呼吸器の分泌物にも見られることがある。胞子は、感染後38から63日の間尿中で検出され、その後も断続的に排出される。主な電波経路は、胞子の経口摂取だが、胞子の吸入も起こりうる。ウサギでは、携帯版及び子宮内感染が報告されている。 ウサギにおけるエンセファライタスンクニクリによるブドウマクエン米国及びヨーロッパのウサギの最大80%が E クニクリに対して血清学的に陽性を示すが、すなわちこれは E クニクリにすでに暴露されたことを示している。これらの動物の多くは無症候性であり、病気の症状を示すことはない。感染したウサギのごく一部のみがエンセファリトゾーン症を発症する。 この疾患により引き起こされる臨床兆候としては、中枢神経症状、目症状、および腎臓疾患が一般的である。神経学的兆候のある多くのウサギは、前提機能障害のみを示す。症状は、しばしば突然発症し、射形、運動失調、眼神、および旋回が見られる。このような症状が出ていてもウサギは周囲を認識しており、 バランスを失いながらも食事はできる。より重篤な症状を示し、食事すらできなくなったウサギの予防は不良である。目のいいくにくり感染では、白内障、眼内の白いしこり、ぶどう膜炎が見られる。症状は、通常若いうさぎで見られ、一般的に片目のみが影響を受ける。炎せがりとゾーン症に関連する目病変を有していても、ウサギは、通常健康であり、 視力を喪失しても生活に支障はない。イークニクリには腎臓に感染しやすい傾向があり、慢性、または急性の腎不全を引き起こす可能性がある。腎機能障害の症状には、飲み水量の増加、尿量の増加、食欲不振、体重減少、市民脱水などがある。軽度の症例は症状を引き起こさず、感染の兆候は、 冒険時に偶発的に発見されることもある。現在のところ、ウサギのイークニクリ感染を生前に確定診断することは難しい。暫定診断は多くの場合、臨床兆候に矛盾がなく、抗体値が高いことに基づいて行われる。イグ抗体を検出するための血清検査はしばしば、 実施され、陰性の場合は除外診断の根拠となる。ただし、イム抗体化が陽性だったとしても、今まさに感染している状態と、以前の感染、または無症候性キャリアの状態と区別することはできない。アイム抗体検査も利用可能だが、同じく陽性結果は活動性感染と潜伏感染と区別できない。ポリメラーゼ連鎖反応は人において、 微放ム虫の検出のための標準的な方法として、昔から確立されており、これをウサギに適用しようとする試みがある。液化した水晶体材料の PCR は、ウサギのイークい国リによる、ブドウ膜炎を診断する上で信頼できる手段だが、ウサギの尿と脳脊髄液の PCR 結果は信頼できない、ことが研究により知られている。ベンズイミダゾール系薬剤であるフェンベンダゾールが、 自然発症例及び実験感染による良いニクリ感染を予防及び治療できるといくつかの研究が示している。残念ながら、中枢神経系からの奉仕を取り除いても必ず臨床兆候が改善するとは限らない。ウサギでは、症状や骨髄障害などのベンズイミダゾール系薬物に対する副反応が報告されています。臨床医は推奨される 投与量と治療感覚を厳守し、治療中の動物の血液検査のモニタリングを検討すべきである。E クニクリは免疫不全の人々において重要な日和り見病原体である。E クニクリは人間よりも動物で多く見られるため人獣共通感染症である可能性がある。E クニクリには3つの異なる系統が特定されており、I、2、 および3に分類されている。人から人への電波は感染したドナーからの臓器移植により引き起こされる可能性がある。ありがとうございます。